ゆうこです。オープニングに私一人なのって思う方が大半かと思うんですけれども、今回は私ゆうこのソロ動画ということでご報告があって一人で動画を回しています。個人的にすごく大事なご報告で話したいことがたくさんありますので、ぜひ最後までご視聴ください。それではスタート。はい、ということで早速ではあるんですけれども、私今年の5月に自分のアパレルブランドを立ち上げることになりました。イエーイ。はい、いつかの動画でご報告したことがあるんですけれども、知らない方がほとんどだと思うので、改めて私の過去についてちょっと軽くお話しさせていただけたらなと思います。過去に5年ほどアパレルブランドのプロデューサーを、やらせていただいておりました。アパレルブランドのプロデューサーって、雇われプロデューサーなのか、そうでないのか2つに分かれると思うんですけれども、私はその前者の雇われプロデューサーという形でやらせていただいておりました。卒業してからもいつかはね、自分のブランドをやりたいなとは思っていて、やるんだったら本当に全部一からね、自分でやりたいなっていうふうには思っていたんですけれども、それがね、思うだけであってなかなか行動に移せずに、月日だけが過ぎてしまいました。そんなある日、フォロワーさんとの DM のやり取りで、ゆうこさんのブランドを楽しみにしていますって言ってくださった方がいたんですよ。この言葉が私本当に嬉しくて嬉しくて突き刺さりました。一人でも楽しみに待っている方がいるんだったらやるしかないって思って、フォロワーさんからいただいた言葉が間違いなく私の原動力になって、今こうして YouTube でご報告をする運びとなりました。はい、で早速ブランド名なんですけれども、クローレと言います。クローレって何ぞやって思う方もね、いると思うんですけれども、クロレのブランドの由来ですね。カラーあるじゃないですか。でカラーのお花が すごく好きで、そこからイメージをしたんですけれども、クロレというスペルは造語なんですけれども、カラーはイタリア語でクロレって言うんです。でこのプラスというのはあなたのセンス、クロレのお洋服にあなたのセンスをプラスして自分らしく輝くっていう意味を込めてクロレとつけました。立ち上げの経緯もご説明させていただくと、30代後半から40代に入って加齢とね、共に変化してくるね、自分の体型、昔と変わらず今も綺麗なボディーラインを保てていたらね、それが一番理想なんですよ。ただね、現実は本当そんなこともいかず、昔だったらさ、つかないところについてしまうね、こうお肉で、なかなかそこが落ちない、鏡を見るたびにねがっかりしてしまう自分も結構あって、ダイエットだってね、諦めてるわけじゃないんですよ。諦めてるわけじゃないんだけど、私たちってもう仕事に育児に家事にもうやることが毎日山盛りなわけですよ。その中でね、ずっとね、意識高く入れたらもうそれは一番いいんですけれども、私の場合はちょっとそれだと疲れちゃうんですよね。もうずっとね、意識高く入れなんて無理。そんな時に思ったんですよね。お洋服でカバーできて、スタイルアップできることってあるよね。体型カバーができて、それがこう、おしゃれに見えたらめちゃめちゃ最高じゃない？え、じゃあ私作っちゃおう。そんな思いでブランドを立ち上げました。クロレは女性の体型や体型変化に寄り添って、あなたが自信を持って輝けるようなお洋服をお届けしたいなと思っております。市場の忙しさやストレスから解放されるような快適で着心地のいい素材を採用し、シンプルで洗練されたデザインを中心に長く愛用できる大人の日常着を提案していきます。ブランドのローンチは5月になっておりますので、ぜひね、楽しみにしてもらえたら嬉しいです。今後の YouTube についてもお話しさせていただきたいんですけれども、今後の YouTube は私の一人のソロ動画もちょっとね、たまーに入れさせてもろって、で、二人の YouTube チャンネルを継続していきたいなと思っております。二人のチャンネルなのになんで？って思う方もいらっしゃるかと思うので、包み隠さず話しますと、私が
YouTube をやろうって思った理由が、自分で事業をやりたいってなった時に自分の YouTube チャンネルを持っている方が発信力があるから、ただそんな理由なんですけれども、じゃあなんで一人でやんなかったの？一人だとちょっと不安、心細い、どうしよう。一人で始めるには本当にね、心細かったので、仲のいいじゅんちゃんを誘って付き合ってもらう形ですね。このチャンネルは実はね、スタートしました。じゅんちゃんには私がその一人でね、動画出したいよっていうことに対してもありがたいことにね、理解してもらってすごく感謝してます。今後はね、二人のメイン動画がありつつ、たまーにソロ動画も入れさせてもらって、そんな感じで二人の YouTube チャンネルは継続させていただきたいなと思っております。はい、ということで、そんなご報告動画だったんですけれども、実はね、先日もクロレの撮影が終わっておりまして、どういう感じのテイストなの？どういう感じ？気になってくださった方がもしいらっしゃったら、このまま最後までご覧ください。撮影の様子をちょっと撮ってみました。いかがでしたでしょうか？最後まで本当見てくださった方、本当にありがとうございます。本当嬉しい、ありがとう、ありがとう。クロレは、5月にローンチしますので、また商品についてはご紹介させていただけたら嬉しいなと思っております。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。